この映画はもう見ながら、日本には過労死するほど仕事があって、自殺するほど仕事がないっていう、そんな言葉が頭に浮かぶような、実はとんでもない映画なんじゃないのかなと思いながら見てました。はい、どうも、1分映画批評です。今年もね、あっという間の1年でした。皆さんお疲れ様でした。僕はですね、DVD 鑑賞がメインなんですけど、今年は今の時点ですね、12月の、22日の時点で225本、映画を見てきました。うち19年の公開作は70本鑑賞という感じですね。で、その中で今年の個人的な映画ランキングトップ10を今回は発表していきたいと思います。発表の前に一応このランキングで紹介する作品、見てない人はぜひ見てほしいので、ネタバレなしのつもりでストーリーにはあまり触れないようにランキング発表していきますが、勢い余って若干テーマとかね、メッセージとかが溢れ出す可能性もあるので、そこら辺は自己責任でお願いします。ではでは早速10位からカウントダウンしていきましょう。10位の作品、僕はこの映画、実はものすごい資本主義を批判した映画、警鐘を鳴らしてる映画なんじゃないのかなと思っていますが、そんな作品が10位です。10位、天気の子です。観客動員1000万人超え、興行収入136億円と今年最大のヒット作品ですね。まずこの映画、とにかくね、絵が綺麗ですよね。もう肉眼より綺麗です。もう都会のね、ビル群がまずすごいですし、そこに雨が降ってくる、とんでもない情報量の画面の連続で本当に目が幸せでした。で、ストーリーはいわゆるこう、何ですか、ボーイミーツガールの世界系に見えるんですけど、それだけじゃなくて現実の世界でのドラマ、世界系ではなくてちゃんと現実の世界でのドラマがあるんですよ。で、ここで言うと穂高と菅っていうね、少年と大人のドラマがあって、僕はそっちの方、菅と穂高の関係性にとても感動してしまったっていうのもありますし、で、この映画の主題とする降り続ける雨っていう設定がね、まあ、僕のレビュー、上げてはいるんですけど、今の社会ですよね。お金で何でも買えちゃう不健康の社会の暗喩のように、この降り続ける雨っていうのが思えてしまって、こう、なんですか、ただのアニメ映画じゃない、ただの世界系じゃない、懐の深さ、テーマの味わい深さっていうのも感じられました。で、そんで、そんな悲しい世界、全く循環していない世界になりつつあっても、最後、愛にできることはまだあるかいっていう、ラッドウィンプスの小田洋次郎の歌によってまんまとやられてしまったっていうね、賛否は分かれていますけど、僕はとても好きな作品ですね。はい、次、9位の作品ですね。この9位の映画、今年はね、邦画で僕の大好きな漫画キングダムの実写化をやってくれましたけど、9位の映画は僕の見たかったキングダムを見せてくれたこの映画、暗視城グレートバトルです。キングダムは紀元前220年あたりの話なので、このグレートバトルの時代設定とは全然違うんですけど、グレートバトルはいわゆるものすごい兵力差のある戦争もののジャンルですよね。トーバーサスコークリっていうね、どのくらいのね、兵力差があるかはぜひ映画で見てほしいんですけど、本当にとんでもない兵力差から来る絶望感味わわせてくれます。で、漫画のキングダム、やっぱりね、何が面白いって国バーサス国だと思うんですよ。それをこの映画は余すとこなく見せてくれるんですね。ほんとね、開始冒頭5分10分で本当に圧倒されました。もう城攻めはもちろんね、騎馬隊とか弓矢とかね、とてつもない狂った作戦とかもね、あの漫画のキングダムを読んでて感じるあの興奮、あの絶望をものすごい迫力でちゃんと見せつけてくれるんですよ。邦画のキングダムでとにかくがっかりした人は本当にこれ見てほしいですし、ぶっ飛ばされてほしいです。もう本当にレベルが違いすぎます。もうレベチです、レベチ。はい。キングダムの続編やるならこのグレートバトルの制作陣でぜひやってほしいと思う作品でした。はい。次が8位の発表です。8位は今年台風19号、15号もありましたけど、ものすごい被害があって、武蔵小杉ザマーとか、ホームレスの受け入れ拒否ってありましたよね。そういう分断が進む国になりつつあるのをなんとか止めようとする作品です。8位、町田くんの世界です。この映画はエキセントリックな展開もあってちょっと苦手な人もいると思うんですけど、とにかく人の優しさとは何かっていう優しさの本質を突きつけてくれる映画でした。なんかこう、スマホがね、普及してみんなスマホばっかり見て他人のことなんて知らないしどうでもいい、まあそういう世の中になってるじゃないですか。実際電車の中とかね、交差点とか見てもみんなスマホいじってる。それがいかに悲しいか、いかに狂ってるかっていうのを投げかけてくるんですよね、この映画はね。で、さっきも言いましたけど、タワマン族は苦しめ、ホームレスはのたれ死ねっていうことですよね。台風が来て、そういうことが露呈しちゃうんです。なんだけど、
同じ人間ですよ。なんでこうなっちゃったの？いつからこんなに優しさを失ってしまったの？っていうね。人にね、優しくするって、やっぱりめんどくさいけど、みんなで少し考えようよっていう、そういう映画なんですよね、町田くんの世界はね。本当にそこら辺素晴らしいものがありましたね。あとね、町田くんの世界はね、とにかく刺さるセリフが多くて、それも非常に良かったんで、本当日本が手遅れになる前に、たくさんの人にぜひ見てほしいなと思います。はい。次が7位の作品ですね。この映画はもう見ながら、日本には過労死するほど仕事があって、自殺するほど仕事がないっていう、そんな言葉が頭に浮かぶような、実はとんでもない映画なんじゃないのかなと思いながら見てました。7位、トイストーリー4です。前作ね、1、2、3にもあった、おもちゃの個性を生かした楽しいアクションは健在で、先の読めないストーリーも超楽しいんですけど、3で綺麗な終わり方をしたのに、わざわざ4を作る。しかも、蓋を開けてみたら、さっき言った日本の地獄の労働環境を連想させてしまうような危険な内容って、どうなんだとも思ったんですけど、見終わって、何日かすると、すげえ込み上げてくるものがいろいろあって、その込み上げてくるってものっていうのは、ウッディの3と4の行間かもしれないし、もしくは僕のサラリーマン時代のトロー感かもしれないし、もしくはブラック企業で働く人の人生、またはその人のブラック企業で働く人の家族を想像したかもしれないですし、すげえ込み上げてくるものがあったんですよね。で、とにかく何が言いたいかっていうと、世の中ってこう、やっぱ無駄が多すぎるんじゃないのかなっていうことをずっと思ってて、でも何もできない自分がいて、だけどこのトイストーリー4がもしかしたらそんな無駄だらけの地獄、特に日本ですよね、本当に無駄だらけの無駄だらけジャパンをぶっ壊してくれるんじゃないのかなっていう、そういうね希望を感じました。はい、そういうね希望を感じた力強い映画だったと思い、今回は7位にさせていただきました。次、6位の作品ですが、僕はこれね、こんなに興奮した94分の映画他に知らないかもしれません。第6位、マイル22です。簡単にジャンルを説明すると、めちゃくちゃ不利な護送物ですね。22マイル人を運ぶ、およそ35キロ人を護送するってね、だいたい八王子新宿間ぐらいですよね。その間を人を護送するっていうね。で、この映画は、最新鋭の武器を持った精鋭部隊ももちろんなんですけど、なんといっても主人公、マーク・ウォールバーグのキャラが最高でした。ほんと今年、個人的にはこれ最高のキャラでした。天才早口自己中央と。もう最高ですよね。で、94分と短い映画なんですけど、ほとんど護送してるんで、ずっと緊張感ありますし、その中でのアクションのバリエーションの豊富さ、スピード感、そんで訪れる絶望、残酷、地獄絵図っていうのは本当たまんないもんありましたよね。ずっとね、本当に、良質な手汗握ってるような、超楽しかったです。はい。これはね、はい。マイル22、ぜひおすすめでございます。はい、では、次、5位の作品。これはもうね、ちょっと入れるか迷っちゃいましたけど、入れてしまいました。世界最高峰の絶望と興奮。第5位、アベンジャーズ、エンドゲームです。あえてランキングに入れないって選択肢もあったんですけど、最近見たらちょっとね、めちゃくちゃ良くて、で、2008年9月27日、アイアンマン日本公開のあの頃からリアルタイムで MCU を追いかけてこれて本当良かったなっていうのは本当に思いました。で、過去作復習するとわかるんですけど、いろんなものが毎回凄まじいレベルでブラッシュアップされてきて、その一つの到達点がエンドゲームだし、作品を信じて磨き続けてきてくれた制作陣、スタッフさんたちに本当に心から感謝したいですよね。はい。あとね、アクションもなんですけど、僕は毎回ヒーローの内面を掘り下げていくのがすごい好きで、MCU に関してはね、本当にいろんなヒーローいますけど、みんな正義感とかモチベーションとか全然違うんですよ。まあ家族がいたりいなかったりしますし、まあ強かったり弱かったり、みんな本当に価値観も人生観も違う。特にアイアンマンですよね。で、ある意味でエンドゲームまでの MCU って、僕はですよ。僕は正義感が弱いアイアンマンの成長物語だったんだなっていう風に、後から気がついて、で、そうなると、これいつから演技プラン立ててたの？11年間かけて演技プラン立ててたの？って、エンドゲームまでの道筋できてたの？って、こう、アイアンマンの成長っていうところを追っていくと、めちゃくちゃすごくないかっていう、どうなってんの？っていうね、改めて気づくことがあって、こう、アクションだけじゃない、実は濃厚な人間の成長も描いてるのが、凄まじすぎるなっていうのは、本当に感じたので、5位に選ばせていただきました。これをね、ほんと満席の劇場で見れたってことは一生の思い出になると思います。ではベスト4を発表していきたいと思います。4位。4位は、
主演がデブスの大傑作ですね。I feel pretty です。これは2018年12月28日公開なんで、厳密に言うと去年の公開なんですけど、ただごとじゃない映画だと思ってるので、今年選ばせていただきました。4位にしました。で、この映画の価値は一言で言うとこうですよね。ブスは自信を持ってはいけないっていう恋愛至上主義が作り出した城を爆破する痛快作ってことだと思います。で、デブスが自信を持ったら世界がガラッと変わる。それだけの話なんですけど、それが本当にすごいんですよ。で、友情描写も恋愛描写もディテール繊細ですし、抜群に面白いし、何よりこの映画特筆すべきなのは、仕事ディテールの説得力なんですよね。なんですか、ブスにしかわからない世界の残酷さ、ブスにしかわからない自己肯定感の低さっていうのをね、それを見事やってくれるとか再現してくれる、そしてそれを爆破してくれる仕事描写終盤の展開っていうのは、もう本当にニヤニヤしながら泣いてるっていうね、そういう体験ができました。もう人生って自分次第でいくらでも輝いていくかもしれないし、素晴らしいもんなんじゃないのかなっていう、本当前向きにさせてくれる。ブスも美人もキモメもイケメンも関係なく、全人類見てほしいコメディ映画の傑作だと思います。なので I feel pretty が4位です。では第3位の発表です。3位は去年のパルムドール万引き家族を超える傑作だと僕は思っています。第3位、ここら辺からちょっとドラムロールをつけていきましょうかね、はい。第3位、インスタントファミリー本当の家族見つけました。こちら日本劇場未公開なんですけど、とても良かったです。簡単に言ってしまえば、養子は家族になれるのかっていう、そういう映画ですね。なんですけど、基本はコメディ映画なんでずっと笑ってられるんですけど、やっぱりね、子を持つ親としては子供の気持ちを考えてしまって、笑ってるのにずっと甘泣きしてるような不思議な感覚を味わいました。この映画はね、行間読ませがすごくて、例えばね、出てくる養子って行間だらけですよね。どんな親が産んで、どんな生活をしてきて、どうして里子になったのか、里子としてどう暮らしてきたのか、何を考えて生きてきたのかっていうね、そういう過去の行間もあったり、もし主人公に選ばれなかった里子たちはどういう人生が待ってるんだろうっていうね、未来の行間もあったり、映画ってね、フィクションですけど、現実問題、日本にも世界にもたくさんの里子がいる、そうした事実を考えてしまうというか、コメディ映画なんで笑ってるのに、里子を中心としたこう行間の情報量が凄まじく重たいんですよね。はい。そんでね、家族ものにありそうでなかった、こう愛情を受けたことのないこと、愛情を与えたことのない親のスポコン的な展開に持ってくのもうまいし、やっぱり笑えるのに胸が締め付けられ続けるっていう、とにかくすごい映画でした。はい。考える情報量っていうのは本当に万引き家族より格段に多かったように思いました。それでは2位の発表です。この作品は日本をぶっ壊す、そんな作品だと思っています。2位、ダンスウィズミーです。ウッジョブサバイバルファミリーとこう傑作連発の矢口忍監督作品です。音楽を聴いたら体が勝手に踊り出しちゃう、ミュージカルしちゃうっていうね、催眠術をかけられちゃって、それを解こうとするロードムービー、ミュージカル映画なんですけど、僕はこれミュージカル味の劇薬映画だと思ってます。ちょっとね、映画の話から飛ぶかもしれませんけど、勝ち組企業とか一流企業に入ることとか、タワーマンションに住むことってイコール幸せだと思いますか、皆さんね。そもそもなんで勝ち組企業に入りたいのか、なんでタワーマンションに暮らしたいのか考えてみてほしいんですけど、この映画ダンスウィズミーはそのきっかけを与えてくれるというか、脳天をハンマーで殴ってくるような、こう日本人の幸せの価値観を根底から揺るがす、そんな映画だと僕は思ってます。なんでミュージカル映画としてしょぼいとか曲が古いとか、そこはもうどうでもよくて、とにかくダンスウィズミーは僕の嫌いなこう日本の古い価値観、日本をぶっ壊してくれるようなものすごい気持ちのいい作品でしたね。はい。まあ、詳しくはね、別途解説レビュー上げて、そっちでこの映画の凄さ語ってるので、そちらも鑑賞後視聴いただけると幸いです。本当にただのミュージカル映画じゃないというか、ミュージカル映画じゃなくて、全く違うジャンルの、ものすごい志の高い映画だと思ってますので、ダンスウィズミー、2位に選ばせていただきました。それでは、2019年1位の発表となりますが、僕ね、解説レビューということで、他のチャンネルとかね、映画ブログとかは違った視点から映画の話をするようにしてるんですけど、この1位の映画に関しては、
ちょっと本当にとんでもない仕掛けが施されてることに気がついてしまって、見た日の夜とか、すごすぎて興奮しすぎて全然寝れなかったっていうね、そういうの初めて経験した映画ですね。はい、1位の。そんな1位の映画、台風家族です。大まかなジャンルとしては不仲家族再会ものの密室コメディってことで、気軽に楽しめますし、密室劇ならではの先読みできない2点3点するストーリーっていうのもめちゃくちゃ楽しいですよね、これ普通にね。ただね、この作品、映画全編を通じてあるものすごい違和感のある演出があって、見てて何なんだろうなこれ、まあ映画でも特に明かされないし、まあいいかなんて思ってたんですけど、いろいろ自分の見終わって感想をまとめているうちに、その違和感のある演出が実はものすごい意味があるもんなんじゃないのかなと気がついてしまって、本当に古代ギリシャの数学者アルキメデスが叫んだと言われるエウレカ体験を人生初めてすることができましたよね。で、舞台挨拶でも監督がそこに触れてるので、おそらくね合ってるんですよ。で、この作品に関しては誰よりも深く理解できた気がしてますし、誰よりもこの映画と会話ができた気がしているので1位です、台風家族。そんでこの映画を1位にしたもう一つの理由があって、今年2019年、千葉県で大停電大災害を起こした台風15号ありましたよね。そして全国で甚大な被害を及ぼした台風19号ありましたよね。今年のことなのにもう忘れちゃってる人いるかもしれませんし、テレビももうやることないと思いますけど、まだまだ途方に暮れてる人がたくさんいるってこと、何も終わってないってことは忘れちゃいけないし、そんな台風が来てるのに内閣改造なんて優先させたバカいましたし、復興に全くお金出さないバカいましたし、消費税上げたバカいましたし、戦闘機爆買いしてるバカいましたし、沖縄の海を見立てちゃってるバカがいたことってのは忘れちゃいけないし、許しちゃいけないなって僕思うんですよ。それを僕自身きちんと覚えておきたいな、そんな思いを込めて台風家族1位とさせていただきました。1位の作品を思い出すたびに、こう2019年あったことをちゃんと忘れずに自分の胸に留めておけるように、台風家族は今年の1位ということでね、はい、1位ってね、やっぱずっと覚えてるもんなんでね、そういうことにしました。はい、ということでそろそろ終わります。ランキングにした作品のレビュー動画は全て概要欄に貼っておきますので、そちらも気になった方は見ていただけると幸いです。ネタバレありのレビューもあったり、解説版のレビューもあったりするので、そこら辺は臨機応変に使い分けてください。特にね、台風家族、本当に映画見た後ぜひぜひ見てほしいですね。4月にね、 DVD が出るとかいう情報もありますし、本当に見た後に、僕のレビュー見てください。本当にすごい秘密がある映画だと思ってるので、ぜひそちらも楽しんでください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。1分映画表でした。今年もお疲れ様でした。来年もよろしくお願いします。